はい、おはようございます。本日も始まりましたユニークキャリアランジスタートさせていきたいと思います。と本日はと、気になったことには思い切って手を伸ばしてみるプロジェクトマネージャー劇団員の金子美咲さんの人生の挑戦,に挑戦とはというタイトルで始めていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、えーと、もしかしたらこの映像をご覧の方の中で金子さんのことご存知ないかと思い いらっしゃるかと思うので軽く自己紹介の方お願いしますはい、えー、リスジャパン株式会社というところでプロジェクトマネジメントを担当している金子と申しますと会社員の傍らあの劇団員として活動していたり日本舞踊をやっていたりという感じのキャリアです今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますすごいですね会社員の傍らで日本舞踊もやられて はいろいろな経験をこう同時にやっていらっしゃるということではい、はい、でありがとうございます。今回ねいろいろなお話を伺っていきたいなと思っております。はい、よろししくお願いしますでは具体的に日本舞踊はどういった踊りというかどういったものなのか教えていただけますか <laughs> 日本舞踊ははいなんかざっくり言うと本当に日本の踊り全般なんですけど<っ>あのルーツがいくつかあって能、まあ、みたいなところから来たものもあれば、うん、歌舞伎みたいなところから来たものもあったりして、うんうん、こう役柄になって女の子とかなんだろうおばあさんとかそういう感じで踊るものもあったりあとはあのー。 の音が毎日かいようなあのおめでたい場でこう場に対してあのご祝儀として踊る曲とかがあったりします大体、ね、着物を着て扇子、うん、とかで踊るっていうのがスタンダードな感じですねお着物を着られるんですねはい着ますそれすごくこう気分も上がって美しいですね結構いろんな着着物を着るのが 楽しいですね。そうなんですね。うん、何色がお気に入りみたいなものはあったりしますか？赤がやっぱり一番好きですね。ああいいですね。やっこうパッと華やかになりますもんね。うんうん、うん、ありがとうございます。う,すね、うんすごく綺麗ですね。はい。では事前にいただいた人生の天気について記録いただいたライフログに沿っていきたいと思うんですけれども、最初のターニングポイントについて。 一番最初が子供時代となっていますが金子さんはご自身から自分を見てみてどのような性格の子供だったなみたいなものどういったふうに感じますかちっちゃい頃は本当に周りとなじめない子供だったなっていうのが今振り返って一番思うことですねそうなんですね、うん、周りとなじめないことに対してどういった気持ちを抱えていたとか覚えていることありますか うん、なんかすごくその分大人と喋って気持ちを紛らわせたところはあるんですけどやっぱりあんまり同世代と関われないので結構寂しいなと思ったりなんでこんなにうまくいかないんだろうってちょっと疑問に思ったりしてました、うん、ありがとうございますそうですよねなかなか私自身もそんなにこう活発なタイプではないのでこうお友達とうまくいかない時だったりとかまあ まず関わり方が分からなかったりとかそういった方結構多いなっていう印象なので、はい、そういった方の今回ねこういろいろな全ての話聞いた後にこに力になれたらなと思います、うん、では1つ目から2つ目にかけてライフログのグラフ自体がぐーっと伸びて感じるんですけれども高校時代ですかね何か特別な出来事があったりしたんでしょうか 高校時代は一つは受験とかを経て割と同じような人たちが集まるようになって、うん、あの初めてなんかこう話の合う同世代と会えたなっていうのが一つ大きいことだったんですね、はい、でそこが結構私の入っていた高校っていうのがあのほとんど校則がなくて、うん、服も服装も自由だったりとかなんか 授業も結構自分の好きなものを取ってよかったりとかしていて、そう、すごくやりたいようにやらせてくれる高校だったので、それがあの大きかったなと思います。そうだったんですね。その中で金子さんはどういった選択を取ってきたんですかはい、えっ、ー、と、その中で私は部活動として演劇を始めたんですね、高校で。はい、やっぱりその 周りとうまく話せないっていうのがずっと自分のコンプレックスだったのでこうコミュニケーションの練習になったらいいんじゃないかなと思って、うん、ちょうど新入生歓迎の公演をやってたんですけど演劇部がたまたま見に行ったらそこに出ている先輩がすごく生き生きと舞台であのー しゃべって活躍していてあ高校生でもこんなにできるんだっていうのにすごく感動して、はい、私もやってみようというふうに思いましたわ素敵ですねっえっ、ー、と演劇部の部員自体はこう何名ぐらいいらっしゃいましたか同期が12人いて<う>先輩は少なかったから多分全体で20人くらいだったと思いますそうだったんですねしししたらもしかしたららもか 金子さんと同じように、その新入生歓迎会の公演を見て、先輩たちの姿に惹かれて、そんなに部員が多く集まったのかもしれないです、ねあ。そうかもしれないです。本当に良かったので、作品が。それ新入生歓迎会にこう行こうと思ったきっかけとかと何かあったりしますかそれは、あえー、っと、高校に入学が決まった時に3年。 あ3月に1回その中学3年の3月の時点で1回みんな新入生が集まる機会があって、えー、その中で入学式でなんか出し物みたいなのをやってくれないかとか新入生代表として話してくれないかっていうのの募集があって、はい、じゃあやってみようと思って参加したんですけど、はい、そこで仲良くなった一人があの演劇部見に行こうと思うんだけど見に行かないっていうふうに言ってくれて。 それで一緒に見に行ったっていう感じですね。そうだったんですね。入学前にそういった機会があったんですね。あったんですよ、そう。ああ、すごい。それは結構あの、手上げるの勇気と <laughs> 勇気いる方が多いなと思うんですけど、はい、結構勇気振り絞りましたかそうですね。でもせっかく新しい環境で、うん、あの、ここなら楽しそうだぞと思ってたので、はい。今からやれることがあるなら。 やってやろうというふうに思ってましたね。ああ、すごいですね。その子、ぐっと前に出るくるとか、校 <laughs> の一年生の、それよりも前の時点からこう、熱量自体大きいもの。<laughs> すごく私、自身こう今、すごく勉強になりました。ありがとうございます。<laughs> とんでもないです。それから演劇部の方にこうに戻っていきたいなと思うんですけれども、ウィン計20名ほどですかね。うんうんうん 結構大渋態だと思うんですけれども普段の練習自体はどんなところで行っていましたかは学校のなんかセミナーハウスって私たちは呼んでたんですけど研修棟みたいなのがあったんですね高校に、えー、その中の和室を結構広々した和室を借りていつもいぐさにまみれながら稽古してましたそうだったんですね その研修棟というのはいろんな部活がこう入っていたりするんですかうんとなんか生徒会室みたいなところとか。そうだったんですね。じゃあその和室を借りてっていうことで結構普段の教室と和室は割とギャップがあるように感じるんですけど入った瞬間結構気持ちが入ったりするようなものなんですか そうですね、なんかすごく落ち着く場所でしたね、自分にとっては。うん、なんかさらに高校の中でも似たような選択をした人たちが集まってるのですごくなんか気心知れるというか、気の合う人たちだなというふうに思ってて、和室自体もこう靴とか履かなくてよくって、床に直接ばーっと行けるじゃないですか。なんかそういういのもあってすごく 心からくつろげる場所っていう感じでしたね。ああ、そうだったんですね。じゃあ、金子さんにとってすごくこう、特別な場所で特別な時間を過ごされたんですね。そうですね。ああ、そういうのをこう、持っているというのはすごく素敵ですね。うんうん、では、その、部活生活自体でこう印象に残っている出来事だったりとか、まあ、その3年間引退までを通して何かありますか ああなるほど。あ、そうですね。うちのここは夏に、夏休みに合宿っていうのをやるんですけど、うん、そこの、ま、いつもの和室なんですけど、あの夜中も泊まりながら、あの、過ごすっていうのが夏にはあって、結構、 夜中の1時とか2時ぐらいまで起きてて、うん、そこにこううちの高校卒業して大学で演劇をやってる人とかも OBOG として来てくれたりしていて、うん、あの結構高校の枠を超えた交流があったんですよ。うん、なんかその時に「あのー、あ大学ってこんな感じなんだな」とか。はい すごく上の世代でもっと上手い人たちが頑張ってるんだなっていうのを見て刺激になったりしてました。ああ、そうなんですね。そういった上との交流というか、こうがっつり時間をとってお話とか一緒に練習できる機会というのは、こうそういった機会を高校自体が作ってくれるというのはすごく素敵ですね。うん、ありがたいですね。うん なんかその合宿自体の一日のスケジュールというかこう覚えている範囲で大丈夫なのでどんな感じのスケジュール感でしたかどンナだったかな、うん、日中は演劇やってますね。<laughs> で夜はご飯とか銭湯とか行って帰ってきてからも、はい、なんか演劇って結構基礎練習はちょっとなんかなんだろうなみんなで輪になってこう。 手とか体とか使ったんだろうゲームに近いようなものもあるんでそうなんですね結構こう夜中までそういうのをやったりしてましたねなん,かなんかフルーツバスケットじゃないですけど<う>あんな感じのこうみんなでこう一斉に動いたりするようなゲームが結構多くてそうだったんですねだからなんか意外とずっと演劇やってるみたいな。 ただ初日に練習したのを短いシーン予想2日目に発表するっていうのがで,でした。それはもう結構短期間でわっと作ったような形なんですね。うん、いいですね、なんかすごくこう青春の1ページという感じで。はい、やっぱこうグッと練習するっていう時間をみんなで作るっていうのは結構思い出というか印象に残りますよね。うん、うん そう夜中にそれを先輩に見てもらったりとかもして、うん、あ,あそうだったんですね夜中に学校にいるっていうだけで結構ドキドキしますもんねそうですよねはいその中で関わりがね普段大学生ということであんまりモテないようなこう卒業後もされてるような方とそのドキドキ感の中でまたうんうんもらったりっていうすごく素敵な時間ですね いい時間でした、本当に。うに、ん。ありがとうございます。でもその高校の演劇を通して自分の中で大事だなというかあ、この気持ち大事にしたいな、価値観大事にしたいなみたいなものってあったりしますかああ、なるほど。そうですね。結構、やっぱ、得て増えてってみんな違うんだなというのはその時に思ったというか。うん 演劇って、まあ、表に出てる人もいるんですけどその裏方をやったりとか,なんかえ表で役者するにしてもどの役がじゃがこの人に合ってるんだみたいなのが結構なんだろう振り返るというか自分も周りもこういうの人ってこういう人だなっていうのを見る機会がとっても多くて。うん なんかこの役はこの人がやるとすごく合うなとかみんなそれぞれ長所とか適している場所が違うんだなというのをすごく感じましたね。あなんか高校の時にそれをこう間近で感じられるというのはすごく素敵ですね。うんうんうん、しかもこのみんなが同じところって うまければうまくいくわけじゃなくって、やっぱりここが得意な人、ここが得意な人っていうのが全部必要なんで、なんか適材適所だなというか、うん、各々一番フィットするポジションにいるっていうのがとっても大事なんだなということを感じてました。ああ、そうだったんですね。<laughs> うん、誰一人としてかけてはいけないみたいな感覚。 感じられる部活動にいるっていうのはすごく羨ましいですね。素敵です。ありがとうございます。では、と3つ目ですかね。3つ目のターニングポイントに移っていきたいと思います。と21歳の頃ですかねと。現在の職場に出会われたとのことで、まず出会ったきっかけについてお伺いしたいです。うん、はい、あのー。私は大学でもその後演劇を続けることになるんですけど、 そこのサークルの同期が、まあ、あのこういうアルバイトがあるんだけどやってみないっていうことで声かけてくれて<ー>結構大学の授業と演劇サークルをやってるとあの結構忙しくなっちゃったりするんですけど <laughs> あの結構細かい細かめの時間でもできるアルバイトだったので、まあ、とりあえず始めてみようかなっていうのでまず出会いましたねそうだったんですね。 どんな具体的などんんな内容のアルバイトだったんですか私のいるこのリス・ジャパン株式会社っていうのが、あのー、幼児とか小学生向けに算数の教材を作ってるアプリの会社なんですけど、はい、当時はまだ立ち上げの直後だったのでその出す問題っていうのを作ったりとか、はい、それを解いてくれてる 子さんの成績をチェックしてこうフィードバックをしたりっていうことをしてました。ああ、そうだったんですね。立ち上げ当初も最初の方からアルバイトとして入られたんですね。そうですね。<う>多分創業年の年に入ったかな。そうだったんですね。すごいですね。では少しちょっと気になったんですけど、大学時代にもこう演劇を続けていたということで、うん、ちょっとそこにもお聞きしたいなと思ったんですけど、うん、<の>はい。 もう高校を卒業して、うんうん、こういった流れでもう,こう続けるようなことになったんですかああ、なるほど、えっと、私があの進学したのが早稲田大学なんですけど、はい、早稲田大学って結構演劇文化が割と盛んで,、うんであの、高校の合宿に来てた先輩も結構早稲田の方で演劇を続けている人が多くて。そうなんだ 高校生の時に結構大学まで行ってその大学生の発表を見てたりしたんですね。えー、で、うわなんか全然違う、すごいはなんか高校生より華やかだしでっかいしわけ分からんしと思って楽しんでたんですけどせ、はい、っかく同じところに進学できたので私もやってみようかなという経緯で大学でも続けました。そうだったんですね その憧れのところに入ってっていうところでそういった流れがあったんですね。ありがとうございます。大学ではと大学の演劇と高校の演劇では何か違った部分とかあ,こここうあ、ここは一緒だけどここは違うように感じるなみたいな部分はあったりしますかあーそうですね。まずやっぱり人数が多かったり、うん、避ける予算が違ったりとか。うん あと高校よりも設備がしっかりしてたりするのでなんか結構やろうと思ったら本格的にやれるなっていうのがまず結構違ったところですね。<laughs> そうだったんですね。何名ぐらいいらっしゃったんでしょうか多かった。何人ぐらいだろう4五5 0人サークルはいたんじゃないかなと思いますね。倍以上いらっしゃったんですね。 あとなんか結構いっぱい演劇のサークルがあってお隣のサークルにお邪魔したりもしていて結構があの全部集めると多分数百人規模になるので演劇やってる人は多かったですすごく多いですねいやその中でねいろいろこう刺激も受け合って素敵な、ね、時間だったんじゃないかなって思います何かこう印象的な出来事だったりとかはありますかすああえっと 私たちのやつ大学の演劇は結構自分たちで台本を書いたりもするんですけど<ー>あの隣のサークルであの素敵な脚本を書くなと思ってた人からあの一緒にやらないっていうふうに言われて在学中にその人たちと劇団を立ち上げて今もそれを続けてるんですよ。うん、そうだったんですね。そそうです、はい、いやそれが一番印象深い ですねうん、そうです、ね、そうですかいや立ち上げということで結構ねされ立ち上げられる方ってなかなかいないんじゃないかなって思うんですけれどもむしろ私はもう初めて出会ったので立ち上げにこうどういった流れがあったというか <laughs> どういった経緯があったというかあまあなんかその各人がまあ代表はその 脚本を書いてる人がやってるんですけど、はい、あの一緒になんかご飯屋さんでご飯食べてるときに <laughs> 一緒にやろうよと言われて、はい、だんだんじゃあメンバー増やそうよって言ってあのその当時いいなと思ってた人たちに声をかけて最初は3人くらいで4人5人で最終今5人でやってるんですけどそうだったんですねあすごい徐々に増えていって。<laughs> 素敵ですねそれは今も続けられているとのことで。そうなんですよ。あじゃあもうお仕事と日本舞踊と演劇と演劇のスつですね。あそうだったんですね。ありがとうございます。では、えっ、ー、と、アルバイトですね。21歳の頃のお話に戻っていきたいなって思うんですけれども、じゃあその入社を。 アルバイトとして入社するのを決めたきっかけというか、こうあここがフィットしたなみたいなものってあったりしますかそうですね。うちの会社も、なんか今思えばさっき話した高校と似てるんですけど、やっぱり何でも結構ありの会社なんですね。はい、まあ服装ももちろん自由だし、あと結構部署とかがあんまりなくてですね。はいなんか 会社全体で今これをやらなきゃいけないっていうやるべきことがあってじゃあこれ誰がやるのが最適そうかなっていうので常にこう振り分けていったりするんですよはいだからすごく組織自体がこう緩やかというか柔軟という感じで、はい、なんでなんかそこがすごく良かったですねそうだったんですね すごく今の話を聞いて、高校時代の感じていた、えて増えてと、こう、つながるな、みたいな感じを感じたんですけれども。うんうんうん、あまさにそんな感じですね。うん、素敵なも、金子さんにフィットした会社に出会われたとのことで、やっぱりこう人とのつながりみたいなものを大切なんですね。大事だと思います。ラッキーでしたね、今のところに来られたのは。 もうそれはいろいろな、ね、金子さん自体の経験といろいろミックスして <laughs> 出来事だと思うのでああそうだったんですねではそのまま4つ目のターニングポイントに移っていきたいんですけれどもとその時のお仕事の状態というか結構21歳の時から5年ですかね21歳から26歳とのことでその間というかは そのままお仕事を続けられて入社正社員になったという形なんでしょうかあそうですねえっと大学卒業後はしばらく実はアルバイトで続けていたんですね。というのもえっとその卒業後は劇団で研修生をしてたんですよあの外部の劇団で<お>なんか他かのメンバーもそれぞれ 養成所とかに行って、研鑽するっていうんで、うん、私も勉強しようと思ってあのそうそう、劇団で研修生をしてたので、正社員じゃなくてこう、日中アルバイトしながら、夜は演劇をしてという生活をしばらく続けていましたね。そうだったんですね。そ,うそうあれはもうすごく素敵ですね。もう自分で使いたいように時間を使って、<laughs> そうなんですね。ではその その選択をした思いというかその劇団にかける思いみたいなものを強く感じたんですけれどもとご自身の中でこう踏ん張るというかこうそこに注力するって決めたような考えのきっかけだったりとか、うん、自分の中の大事にしている考え方みたいなものはありますかああなるほど、うんと。ちょっと逆説的になっちゃうんですけど。 世の中って結構大学3年か4年で就職活動をしてその後の選択肢を決める方が結構多,め多いなというふうに思ってるんですけどそうですね私は当時その会社に行って働きたいという気持ちがまだ自分の中に全然芽生えてなかったんですねそのどっかに入社してここから会社員だという気持ちが芽生えていなくて。 今まだ演劇っていうのものがすごく楽しくて、うん、なんかこれを続けることの方が今の自分には大事なんじゃないかなというふうに思っていた、はい、のでそう今手放さなくても,かもう社会人になるからといって大学を卒業するからといってここで切り替える必要はないんじゃないかなと思って、はい、だから そう続けられる限りは続けようというふうに思ったっていう感じですね。そうだったんですね。うん、ありがとうございます。すごくこう今のお話はこう今ちょうど選択に迷われている方だったりとか、もしくはあ自分のやりたいことかこの世間のま大まかなこう大多数の方がいらっしゃるような流れというかに沿った方がいいのか悩まれている方。 いるんじゃないかなって思うのでそういった方にぜひ届いてほしいお言葉だったなって思います <laughs> ありがとうございますではその26歳の頃4つ目のターニングポイントですねに新しいことを始められたとのことですいません何度も重複しているんですけれども何を始められたんでしょうかはいえー、日本舞踊をそのタイミングで始めたんですねはいそうだったんですねでは その始められたきっかけについいてお伺いでききますかか始めたきっかけはその大学卒業した後に入ってた演劇の編集所で知り合った方があの知り合いで日本舞踊の先生をやってる人がいて今若い世代に引き継ぎたいからあの体験でやってるから通ってみないっていうふうに言われて体験ならまあいいかと思って <laughs> とりあえずで、ね、まずは。 あの演劇の足しになったらいいなと思って行ってみたんです、うん、そうだったんですね。そのまず若い世代に引き継ぎたいという思いも素敵だしその、ね、演劇とは何か通ずる部分があるかもしれないっていう、ね、ご自身の中でこの一歩踏み出す力がすごくこう強いなって思いました。<laughs> それはこうご自身の中でこれを感じたらやってみようというか。 やるやらないの選択の時に大事にしていることみたいなものはあ,りますかあーなるほど。とそう。なんか私は結構今日より明日何か一個でも良くなっていたいなと思うんですけど、はい、だからなんか常にこの自分の欠点だったらそれをどう良くするかとか長所だったらどう伸ばすかってことを考えるんですけど。 当時は演劇はあのー、身振りとかがあんま分かってないなっていうのがすごく思ってたので、うん、じゃあ、うん、身振りが自然にできるようになったらなるにはどうしたらいいんだろうじゃあ所作をやるようなことをやればいいのかなっていうところから、うん、日本舞踊はとっても所作が大事と聞くので、うん、やったことはないけどやってみようかなと思ったって感じです。 そうだったんですね確かに私もすごくイメージの中ではあるんですけれども日本舞踊は美しい所作のイメージがありますそうだったんですねありがとうございますではその日本舞踊の若い世代に引き継ぎたいと感じている先生というのはどういった方なんでしょうかはい、えっと、結構チャキチャキした方で、うん、最初メールでやり取りしたんですけども Gmail とかですぐに返信が返ってくるから結構お若めの方かなと思ってたんですけど、うんはい、お会いしたらもう70代で <laughs> そうそうなんか全いろんなオンラインのツールも使いこなすしなんか分かりやすくもうカタカナ言葉も全然交えて説明してくれるので、うん、あ何な,なんだこの人はって最初思ったんですね。はいで まあ、稽古していくうちに、過去のキャリアのことを聞いたりもするようになったんですけど、もともと雑誌の編集部にいらっしゃった方で、うん、で、最初、あのー、まあ、戦後すぐの頃に、なんか、結構、国の官僚だったか、元官僚だった方の秘書で、秘書兼通訳で英語をやっていた方で、えー、その後、雑誌編集部に入って、 で女性ではもうその当時かなり珍しかった部編集部長みたいなことをやっていたり当時日本にまだパソコンとかが普及するかしないかまだ全然しないかぐらいの頃にこれからはオンラインだって言ってオンライン事業部で紙面を作ろうとかあの<え>雑誌原稿も手書きだったのをデジタル化しようよっていうのをやり始めた人だったらしくて。 めちゃめちゃバリキャリの人に、もっとバリキャリの人に当たってました。そうだったんですね。いや、その時代のさこうパソコンが来る、来ないの、この境目に、しかもオンラインだってこうね、う切り替えるの、すごいなと思いますよね。そう本当にすごいなと思って、感動しましたね、うん、<laughs> その話を聞いたときは。 そうですね、私も今すごくこう感動しました。なんかパンチカードっていう、まあ、穴の開いたカードを読み込ませてパソコンを動かしてたよとか全然今のパソコンのイメージと違うような話を聞いたりして、うんはい、本当に昔からやってたんだなとびっくりします。そうなんですね。私今そのパンチカードという言葉自体初めて聞きました。いや私ももう全然 <laughs> I T 関わるまでは聞いたこともなかったですね。そうです、ね、いや、そういった方からこうじきじきのお話を伺えるっていうのはすごくこう素敵な時間だなって思いますね。そうですね。やっぱり、うん、なんか時代全然人生のすごい先輩が身近にいてくれるので、はい、なんか時々仕事の話もしたりするんですけど、こう 今自分が行き詰まってたりとか悩んでたりすることも長いスパンで、はい、人生の長い目で見たら全然大したことないなと思えたり <laughs>、えー、気持ちが楽になりますねそうだったんですねではその今結構お話しされるということを聞いたんですけどと日本舞踊の先生からこう学んだことというかどういった刺激を受けられていますか何かこう 具体的な出来事だったりとかはありますかそうですね。もう、限界、自分の限界を定めないっていうのを一番その先生からは学ばされます、うん、常に。そうなんですね。今、70、もうすぐ80ぐらいの方なんですけど、うんあの、トレーニングジムに通ってるんですね、師匠は。えー、すごい 舞踊やるには筋肉がないとダメだ。年を取るとどうしても落ちてるからって言って、うん、少しを鍛えに行っていて、すごいですね。なんか怪我されたとき、たまになちょっと今、この前怪我されたんですけど、そういうときも、いついつまでに。 絶対に直したいからあの、うん、お願いしますって言ってハリキューの人にオーダーしてもう周りの人をどんどん動かして <laughs> <laughs> あの自分のやりたいことの実現に向かってる方なのでそうなんですねいやすごく憧れますね <laughs> でも見習おう、まあ、これが時代を駆け抜けてきた人の姿勢なんだなというふうに思いますねうん そうなんですね確かにいやなかなかねまず足腰を鍛えるっていうジムに行くっていうこと自体もと私の世代だったりとかこう20代30代でもいこう前向きに行こうっていう気持ちにグワッてなるのって難しいなって感じるんですけどそれでも、ね、人生の大先輩がそういうふうに行動されてるのを見るとあ 今のままじゃダメだなってこう自分自身変えたいなっていう気持ちにすごく引っ張られますね。うん、あ,ありがとうございます。ではその日本舞踊だったり演劇こう今お話伺ったんですけどがこうリス・ジャパン様にこう今やってるお仕事に生きているなみたいなものを感じる部分はありますかああなるほど。そうですねやっぱもっともっと コミュニケーションはとってもちっちゃい頃は苦手だったんですけど、うん、なんか演劇とか舞踊とかでいろんな人に関わるうちにその気持ちはちょっとずつ連れていったので、うん、なんか社会人として今は仕事をしていると人と関わらなきゃいけないですけど、うんうん、そういうのの苦手意識の克服にはとってもまず役に立ってるなと思いますね。そううなんんですね <laughs> あと演劇とかって結構こうバーッと座組っていうんですけどそのメンバーその公演のメンバーで一丸となって物事を進めたりして結構時間もリソースも限られてるのでなんか今でできることを考えてやっていかなきゃいけないんですけどそれはなんか今いる職場でこのフレキシブルな体制で 今じゃ自分がするべき仕事って何なんだろうなとか今持ってる仕事の中でどれからやらなきゃいけないかなっていうのを全体から見て考えるっていうことにはとっても役に立ってるなというふうに思います。そそううなんですね確かかにその判断能力というかこう考える 優先順位付けみたいなものは難しいなって感じるのでそういったものを演劇だったり日本舞踊からこう吸収できているのはすごくこう素敵だなって思いますね。そうですね。あともうちょっとだけ喋っても大丈夫ですか、うん、もちろんです。日本舞踊がですね結構最初習ってる時は何を直されてるのかが全くわからないんですね。うん 同じように右を向いてるように見えても、うん、それは足から行ってるから違う腰から行くんだみたいに言われて、うん、全然わかんないみたいになってるんですけど、うん、ずっとなんか根気よくの師匠を見てこうかなっていうの何年も続けてるとやっと分かるようになってきたりして、うん、そのすぐにはわかんないけど続けてたらなんとかなるっていう物事の考え方、うん っっててていうのは一つ手に入れたなと思っててそれがこう、はい、まあ文系卒で今プロジェクトマネジメントっていう IT 寄りのことをやってるんですけどはい。時にもまあ何年か頑張ってたら何とかなるだろうっていう気持ちにさせてくれるので、うん、とってもいいことだなと思いますそうだったんですねいや足からなのか腰からなのか確かに言葉だ言葉自体ではこう差は分かるんですけど、うん 実際にねやってみると確かに感じどう感じたらいいのか難しいなって思いますねそれが何年も続けるとやっぱり身に染みてどん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 吸収して染みていくんですねありがとうございますでは今少しお話にあった文系卒だけど IT にいらっしゃるというお話をいただいたんですけれどもでは5つ目のターニングポイントですね移っていきたいと思いますと、はい、その 文系卒でこう、今現在の5つ目のターニングポイントは現在27歳の、あ、失礼いたしました。<laughs> 27歳の時のターニングポイントをいただいていますね。<laughs> とその時にこうお仕事の面で大きな変化があったようなんですけれども、その文系卒で IT ということがターニングあ、キーワードになるんじゃないかなと思うんですけれども、何があったんでしょうか そうですねうち部署がないんですけどまあ大体この人がメインでこれを今はやってるよねみたいな感覚というか、まあ、ざっくりはのものがあって今まで教材開発をしたりカスタマーサポートをしたり、まあ、マーケティングをしたりっていうので社内でいろんな仕事をやってたんですけど27歳の時にその会社のシステムとか作ってるアプリの担当をする係になったんですね。 それが結構自分の中ではとってもフィットする部署に来たなという部署というか担当に来たなという感じがして一個、うんはい、大きな出会いだなというふうに感じてますそうだったんですねではそのなぜフィットしてるなって感覚があったんでしょうかうん、うん、なんか、うん、私そのやっぱり 今日より明日が少し良くなってるといいなっていう、うん、なんかこう改善し,したいという感覚が結構あるんですけど、はい、結構システムも割となんか常に良くしていったり、なんか新しく役に立つものを作っていくっていう仕事で、はい、それをするにはどうしたらいいんだろうっていうのを組み立ててるのがとっても楽しいので、うん、合ってるなというふうに思います。 そうなんですね今日より明日が良くなってればいいなっていう言葉はすごくこう金子さんの中で大事な指標なんだなってすごく今感じました。うん、ありがとうございます。ではその文系卒で IT で未経験の中そういったシステムに関することに飛び込まれたということでもし似たような環境下だった場合不安に感じる方も どんな,ことないかなって思うんですけれどもまずお話が来た時の心境とあとは決心した時のきっかけだったりとかこう気持ちの変化のようなものあれば教えていただきたいですそうですねと来た時は本当に何の知識もないからどう取り掛かっていいかわからないなというのが最初に思ってたことですねなんか 大丈夫だよっていうふうに言うんですけど、いや大丈夫じゃないけど、とは思っていて。はい。でも一方で、その、会社に出入りしてるエンジニアの方とかは前から見かけていて、<laughs> なんか、心の奥底では、なんかすごく憧れもあったんですね。かっこいいなと思ってて。うん、なんか、その、 ちょっとなんか分からない言葉で会話しつつでもどんどんなんか物事を前に進めてる気配は感じていてはいなんかじゃあせっかくやれるならかっこいいなと思ってるしやってみたいなというふうに思って、うん、せっかくなので始めることにしましたそうだったんですねありがとうございます確かに結構 カカタカナ言葉が多いといとうかすごくこう理解するのが難しいしかもねイメージ的にはいろいろな難しい言語を使ってそのシステムをどうにかするみたいな感じのイメージを持っているんですけれども私も文献なので「<laughs> まあ、ねじゃああなたどうですか?」って言われた時になかなかその決心を、ね、かっこいいし。 かっこい,いなって感じるしだけどその一歩を踏み出すのは私自身難しいというか結構一瞬は躊躇するだろうなって思うので金子さんの今のそのお話を聞いて踏み出す力こう今全体的にこう踏み出す力というものを感じるのでそういったものが動画もしくは記事を読んでる方にも届いていただけたらいいなって思いました。ありがとうございます では,そうで,すね、では、最後のターニングポイントに移っていきたいなって思います。現在ですね、先ほど失礼いたしました。<laughs> 現在のターニングポイントに行っていきたいなって思います。では、改めまして、今の生活リズムだったりとか、どんな環境なのか教えていただけますかはい。大体、生活が、まあ、そうですね。 10時から19時ぐらいまで会社で働いていて、うん、でこう私はあの通勤もなんか電車に乗ってる時間は本当に必要かしらと思って、うん、あの近くに住んで徒歩とか自転車で会社に来てるので <laughs> だから朝ちょっと人とっ走りみたいな感じで会社に来て、はい、19時まで仕事してでお昼はなんか会社の中にちょっと 運動施設みたいなのがあるので時々そこで体を動かしたり、えー、日本舞踊の練習したりしてで夜になったらまあ練習するかジムとか行くか、まあ、友達と会ってたりして、うん、で土曜日がいつも日本舞踊の日なので、はい、あの朝出かけて行ったりとか、まあ、どあと土日は 友達がやってる演劇見に行ったりとか、うん、演劇の稽古がある時はだいたいその平日の夜とか土日を使って稽古してますねそうだったんですねありがとうございますなんかそのすごく隙間時間というか全部の時間を金子さんの時間にされてもう金子さんの時間みたいな印象を今感じて確かに通勤の時間こう 何か運動だったりとかにできたら素敵ですもんね。そうやりたいことがいっぱいあるから時間はどういうふうに使おうかなとかできるだけいっぱい入れたいというふうに思ってますね。はい。そのお昼の時間も運動されてるとのことでとそれはこう日本舞踊ができるお部屋とかその運動ができるお部屋自体がこう あるみたいな形で <laughs> な形んか弊社の社長がなんか割と体を鍛えるのが好きで会社の地下室が、はい、まあなんか倉庫みたいな地下室があるんですけど、うん、そこの床にもうんかなんだろうクッション素材を敷いたり筋トレマシンを置いたりしちゃって、えー、<laughs> トレーニングとか体を動かしたりができるんですよ。わ、はい、すごく素敵ですね。<laughs> 割と台本もなんかその 肩にとらわれないというか、うん、自由にやるのが好きな人間なのでなんかいつの間にか改造してました <laughs> いつの間にか <laughs>、えー、すごいですねあ,あそういう施設があったら確かにもうすぐ行きたくなっちゃいますよねですね確かに仕事と仕事しながらリフレッシュの時間というかお昼があってまたお仕事それも楽しく頑張って稽古に行かれて あ <laughs> 楽しんでみてわすごくこう私にとっての理想的な素敵なスケジュールだなって感じました、はい、では今現在お仕事やられていてとそれまでのこれまでお話でも頂い,いてたんですけど今現在のこう仕事の中で楽しいなって感じる瞬間というかはいあとだんだんやっぱ分かってきてうん あの分からなかった IT のことが分かってきて、はい、自分の手であここを変えたらいいんじゃないですかっていう発案をできるようになってきて進行管理だけじゃなくてそういうことができるようになってきて、うん、とその代表から指示もらったりとかエンジニアの方から提案もらうだけじゃなくてこう自分でもこうシステムを 構築するというか改善するっていうことがどんどんできるようになってきたのが今は一番嬉しいですね。わすごいですね。あのイメージの中で申し訳ないんですけど難しい言語を理解されて。わ <laughs>、まあ、すごいですね。やっぱりこう継続の継続力というか続けているからこその ななのかなって思いますすねねそそれはそうです、ね、結構やっぱり最初は分かんなくて本当に音を上げたい瞬間もあったんですけど、うん、すごくこう基礎的な資格の勉強とかから始めたり、はい、社内のツールとかは触ってみたりしてこことここはつながってるのかなみたいなのを積み重ねていったら最初8割分からなかったのが今はうん 3, 3割ぐらいかなっていうところまで。はい <laughs> あの 来たのでいや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 もうもっとね多い割合なんじゃないかなって私から思いますけれども <laughs> <laughs> ありがとうございますいいですね楽しい瞬間がこうやっぱやるだけ増えていくっていうのは憧れでもあるので素敵な話ありがとうございました、うん、では今のその自分の軸の中で大事にしている価値観だったりとかはありますかそうですねなんかすごく 私は振り返ると可能性というものは常に大事にしたいなと多分思っていてなんかここでいいやっていうふうにはあんまり思いたくないなんかもっと先がもっといい世界があるんじゃないかということを思っていてなのでこう、うん、前,前向きに進むということを常にやっていたいですね。 素敵ですすねありがとうございます前向きに確かにこう新しいことを始めるにしても何か環境変わった時の選択にしてもすごくこう今お話1時間ほどですけれどもいろいろな場面から感じたのでそういったことが金子さんの軸になっているっていうことを今お言葉でいただけたのですごくこう。 死に来るというか、私の、ね、私にとってなんですけれども、勉強になるなと思いました。ありがとうございます。はい、あのあも,もう一点しゃべってもいいですかもちろんですあのその。29年、今29歳なんですけど、29年生きってものは、でもその、なんかあんまり人から支持されたり、与えられたりして、 これをやってればなんか許されるだろうなとかこれをやってればなんとなく OK だろうなっていうことをやってると辛くなってくるというか、うん、その自分にマッチしてないものをなんとかこう周りがやってるからというだけでやろうとするととっても苦しくて、うん、なんか自分の中でなんか 腑に落ちるとととといいうことがとっても大事というか,なんか他の人は興味持ってなくてもなんか自分はこれが気になるなってう思うものがたまにあったりして <laughs> そういうところに手を伸ばしていくっていうのがとっても大事かなというふうに今は思ってますありがとうございますその腑に落ちて皆さんが腑にお多くの方が腑に落ちている部分にまず気づくっていうことが難しいかなって 思うのでなんかそういった感性というかをお持ちで何かこういつも見る視点で大事にしていることだったりとかあ気づいたらこういうふうに物事見てるなって自分の中で感じることはありますかうーんなるほどそうですねなんかそもそもなんでみたいなことは結構考えるかもしれない。<laughs> なんでこれやってるんだっけとかこれって本当に必要なんだっけなんでそうするようにしたんだっけっていうのは結構考えることが多くてなんかそれがなんかどうしてもなんか苦しいなと思ってることとか続ける気力が湧かないなって思ったことを探っていくとやっぱり周りがこれをやった方がいいからって言ってるって っていうだけでなんとなくやってたりすることとかがなんか自分を型にはめちゃってるからそうなってるってことがとっても多いなっていうふうに気づいてうんなんかだからそう、まうん周りがこれが正しいって言っても自分にとってそれが正しいとかはなんか常に考えちゃいますねそうだったんですね。 なるほど、そういった視点を持ち持って考えてみるというか、まず、ね、振り返りの振り返ってみるという行為自体が大切なんですね。うん、ありがとうございます。焦らずに、うんそう。本当に大事なことは時間をかけたらいいかなというふうに思います、うん。確かにありがとうございます。私も少しこう、焦ってしまう傾向があるので。<laughs> 今、 大事にしたいなって思いました。ありがとうございます、はいはい。では、もし、もしかも迫ってきたということで、もしよろしければ、こう今後の展望について、今後どうしていきたいかなっていう,ふうようなものが金子さんの中にあったら差し支えなければで大丈夫なんですけれども、教えていただけますかはいと。まだ全然勉強が何もできているわけじゃないんですけど、なんとなく、 今は AI ジャンルと精神科学あ、神経科学の脳科学に近いジャンルに何かすごく興味があって、人ってどうやってものを考えてるんだろうとか、なんか人格とかそういうものって今本当に人が想像してる通りなのかしらっていうふうに疑問に思うことが多いので、はい、せっかく今 IT 分野にいられてるので、 基礎的なその勉強ができたら、そっちの方向にも手を伸ばしてみたいなというふうに思ってますね。そうなんですね確かに。弊社の授業も今アルゴリズムなんかまあ、なんだろう。すごく簡単。簡単というかまあ、なんか。今はアルゴリズムを使ってやってるものを、うん。 もうちょっと AI ができたらより幅広く問題出せるんじゃないかなとかなんかつながってくるものもあると思うので、うん、そうなんですねなるほど確かに人間の構造自体まだ謎の部分が理解してない分私こう自分自身が理解してない部分が多いんじゃないかなって感じるのでそういった分野があるということで あすごくこう今は一つ学びになりました。ありがとうございます。はいはい、では一番最後にこう同世代の方に何かこうアドバイスというかメッセージみたいなものをいただきたいなと思うんですけれどもお願いします。はい。そうだ、何を言うかな。<laughs> そうですねあの。今回のインタビューにあたってそのユニークさんの過去に出てる方とか見てるとすごく あの若いうちからバリバリ進んでる方が多くてなんかもうす,すごいすごいなと思っちゃったんですけど、うん、私は結構20の前半の頃にはだからなんか今目の前にあるものをまだ続けたいっていうぐらいしかなくってこう新しくもうなんか大学卒業を機にみたいな感じはなくて。うん その大学にやった頃をことを続けて何年か続けてようやくこう自分の行きたい方向が見つかったのでなんか今周りと一緒に動かなきゃで焦っててでも自分は納得してなくてっていうことがもしあればもっと時間をかけてゆっくりやっていいんじゃないかなっていうことをあの 全員が同じペースでは動けるわけじゃないっていうからことを伝えたいですね。ありがとうございます。では、そのメッセージがいろいろな場面に散りばめられているインタビューがお話が聞けたなって今回すごく思いました。では、これにて今回のインタビュー終了させていただきたいなと思います。本日は素敵なお話、本当にありがとうございました。 こちらこそ貴重な機会をありがとうございましたそれでは以上にさせていただきたいなって思いますはいありがとうございましたありがとうございました